戦ね、まあ、残り試合も少ない中でやっぱホームでやれるってところ、ね、で今日ゴールデンウィークで多分4戦前後入ると思うし、あの自分たちのインプレーっていうのをしっかりあのお客さんに見せてまた次回も来てもらえるっていうのがまず、まあ、大前提としてあるんだけど、この前のアイナック戦、ね、の時のみんな そのメンタルとかテンションとかっていうのをもう一回見せてほしい。自分たちがどういう状態で試合に対して臨んだか、でその、ね、毎試合こう違う相手にもそれを同じテンション情熱を向けられればいいけど、まあ、試合そう簡単じゃないし、まあ、今日もね蓋開けてみないとどうなるか分かるんだけど、まずはそこあそこが最低ラインの、テンションのところを持っていける全員で試合に臨んでほしい。いい準備しましょう。すごい。腕と足連動させて何じゃない、はい、立ち上がり10分15分で1点取ってチームに勢いつけれたら全員が勢いに乗ったプレーできると思うので、最初の10分15分意識していきたいと思います。一つ一つ勝利にこだわって勝ち点3を絶対取りに行くっていう強い気持ちで戦っていきたいなと思っています。勝ちにこだわってとにかくこのラスト5試合全て勝てるように失点は絶対にゼロで、まあ、守備からしっかりしてチャンスをたくさん作れるようにしていきたいなと思います。勝ってあのいいゴールデンウィークになるようにしていきたいと思います。まずはスタート出てピッチ立っている人全部出して、元気な人たくさんいる、出し切った上でバトンを出そう。みんなで声かけ合って何でもいい、いいボール来たらナイスパスでもいい、いい走りしてくれたらナイスマンでもいい、中で自分たちでポジティブな声かけする、喋ることで自分の集中力も高まっていくし、周り見る状況も自分で作り出すことにもなる。積極的に声かけ合って賑やかなゲームをしましょう。 でいつも言ってるようにホームスタジアムね、みんなが笑顔になる場所、みんなよ、まずはみんなが笑顔になる場所で、その笑顔を見に来てくれてる、見に来てる人たちにそのみんなの笑顔を見せる、そういう空間、そういうスタジアムよ。そうするためには勝たないから、みんなで力を振り絞って、みんなでつながり持って、みんなでハードワークして勝ちに行こう。最高最高自分たちがいいときは守備が迫力持っていけてるとき、全員が走って戦ってるときね、それを今日全員で表現しましょう。勝つよ、はい。
かという場合が、そこまでは知れずに粘り強くつながり持って失点せず我慢強く戦うよ。 OK、 元気な小田選手いるからいいね、そこまで全部出してよ。 OK、 行こう。おかえり、全然全然もう一回しよう、もう一回しよう、もう一回でつながり持って戦うよ。はい、行きましょう。はい、you
やりました、ね、今日は戦えました。みんなで全員で戦って勝ちに行きましたね。勝ちました。よかったです。あと4試合勝ちたいですね。そうですね。これをベースにレジウナらしく、まず戦うところをベースに試合に入っていけばこういう試合展開に持っていけると思うんで、次節あと残り4節頑張りたいと思います。やりました。よかったです。ホームで勝てるのいいですね。そうですね、まあ、でももっともっと完成度上げれるし、まあ、ミスからピンチもあったのでそこは、はい、次につなげたいと思います。相模原に勝ちましょう。はい、頑張ります。攻め続けたらこういう試合展開、こういうゲームにみんな持っていくだけのも作ってきてるわけやから、だからやっぱりそういうトライをどれだけ繰り返すかで、それを示せた本当に素晴らしいゲームだったと思うから、この中2人もまた会えね、しっかりコンションもう一回整えてリカバーして、まあ前も言ったように中2日関係ない、しっかりリカバーして今日よりもう一個前進したゲームするみんなで、その準備、この後やっていきましょう。OK? 今日はマミ、今日は喜んで、明日からまたみんなでやっていきましょう。お疲れ様でした。まあ、全体的に球際にすごい強くいけてたので、まあ、後半ちょっと最初バタバタ押し込まれるところがあったんですけど、もうみんな体張って守ってくれてたので常に心配はせずにみんなやってくれてたので良かったです。やっぱりホールは最高ですね。すごいたくさんの人が来てくれてたのですごい応援が力になりました。まずは中2日なのでしっかりリカバリーしてチーム全体でいい準備をして次も勝ちに行きます。前半の入りっていうところで、もう本当勢い持ってやっていこうっていうのをチームで意識してやってたので、まあ、そういった部分でこう相手の隙をつけたのが1点目だったかなっていうのがあります。
まあ、なかなか得点が取れてない試合が続いてたので、まあ、自分も取りたい気持ちもありましたし、本当自分の得点でチームを勝たせられたっていうのは本当に嬉しかったです。まあ、一試合一試合こう勝利を積み上げていくことが大事だと思いますし、まあ、その中で自分はやっぱり得点というところを求めてやっていきたいなと思っています。